絶対もうみんなね面白がる。レズだよ。レズ。レズじゃないです。スキラちゃんのこと襲ってきました。えへへか映すべきだって。映さないよ、ベッド映っちゃうから。なおちゃんは履いてますね。ねえねえ、りえちゃんのクールさがじわりだって。ねえ、それは。りえちゃんの映画が希望だって。ねえ、それ。おい、高橋好きなん。何やっとんねん。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと私もキラちゃんのこと襲ってくる。もういいよー。あーもう、二人遊んで。戯れてきまーす。り、はい、えちゃん喋って。おはよう。すごいよ、高校生より中学生の方が大人ってコメントがいっぱい来てる。おはよう。今更おはようだけど、めっちゃ田中優花粉。まだ花粉じゃない。みーちゃん頑張ってる。私たちこんなことしてる、やばい。いや、いいよいいよ、全然楽しんで。蜃気楼ってどういう意味？あれじゃない、パイオニアじゃない？パイオニア出てくるよね。蜃気楼。よいしょ。一番子供？そうかな。味方チームティー、パイオニアよ。進むチームティー。信じるんだ。あ、大丈夫大丈夫。これね、普通にキラちゃんみたいなズボンなの。うん、キラちゃんのとはちょっと違うけどね。タタララタタラタタ最後タタタタタタドゥーン。卵食べて。見合わせて、うん、見合わせて、うん、じゃんじゃんじゃたた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 た。歌好きな。なんだよ。大好きだよ。手邪魔だってなおちゃん。バロッ。やばい、キレちゃん出てくるやば。完食。なんです、スープ飲んでないけど、スープなんか絶対美味しくない。飲んでみ。あ、美味しい。バラエティのノリ。お皿にぶちまけ遅れちゃいそうって叫んで。なんかスープ甘いんだよね。半分着替えたワンピース。はい、背筋。飲んでみる。それでいらないいらない背筋。本当頑張れ、ピラシ頑張れ。苦しい。うん、甘いよ、スープ。よし、じゃあ配信ちゃんとするぞ。何やりますか。うん、コンビニ行きたい。配信しながら。それはやばい、切られる。間入りたい。甘いスープ美味しいよ。お菓子だから。飲む。あげない。飲む、あげないんだって。ツンデレ。ねえ、姉ちゃんね、面白いの。めっちゃド S な人が好きなんだって。優しい。今日もド S の人が好き。優しい人好きじゃないって。じゃあさ、女子トーク、やだ、優しい人。公開女子トークしようよ。いいよ、しようしよう。え、女子会します。イエーイ、女子会します。皆さん告知よろしく。いろんなところで告知してきて。女子会中です。朝から濃厚なトークをお送りします。みんなが気になる女子会トーク、イエーイ。え、まずね、姉ちゃんについて。姉ちゃんはめっちゃやばい。なんかド S の人が好きで、なんか優しい。優しい。キラちゃんちゃんと映って。ちょっと待って。優しい人嫌い。嫌いっていうか嫌だ。え、キラは愛のある優しい。愛のある優しい。なんかド S だけど、ド S の
裏に優しさが溢れてるみたいな。それがいい、それがいい。何それ、なんか変わってるね。なんかド S の中にも優しさがある。なんかきついだけじゃない、だからまあ、ツンデレって感じみたいな感じだよね。でもキラ、でもレイちゃんはマジでもうめっちゃあれなんでしょ、超怖い人が好きなんでしょ。そう、でもなんかちょっと前まではレイちゃん変態やんだって。壁ドン好きそうだって。ちょっと前まではでも姉ちゃん壁の下げよっか私が。いいでーす。どうないわ。ないわって言われた。違うの、壁がない。ないわって言われた。違う、壁がないってことで。ねえねえ、ここの撮って。うん、なんかちょっと前まではねめっちゃドエスの人が好きだったけど、最近は優しさがあるエスの人が好き。やばい。だからドまではいかなくてエスなんだよね。そうなんだよ、うん、姉ちゃんってちょっと変態だよね。変態じゃないよ、ちっちゃいのにまだ。え、ちょっと待って、だからだからキラちゃんと一緒リアズチーム系初の到来チーム系。え、マジないんだけど、ちょっと待って。なくて困ってる、なくて困ってるよ、私。意識ちゃんとアニメの話してる。後ろにあった。後ろにあった？私待つは、いつまでも待つは。そうだね。S はイケメンじゃないとダメでしょ。まあ、そうだよね。じゃあ、りーちゃんイケメンが好きってことで大丈夫？そういう問い方、あれだけど。顔がお綺麗な方が好きということで。そうですね。うん。え、だってさ、ね、小さいからね、まだ。そう。私あんまりなんか、そんなに性格とか見ないから、ダメなんですよね、多分。イケアは、うん、性格も良くて、かっこいいし。ラーメン、ラーメン。ラーメン、つけ麺。お粉こぼしたんだけど。こぼした。おじさんはダメだって。どう？どう？私は割とおじさん好き。え、今日も、あのね、なんか、何歳差までいける？え、今日何歳でもいける。何歳でもいける。え、今日はね、おじさん、なんかね、ダンディー。わかる。え、てか普通におじさん。男の、なんか大人の、なんかいろいろ、今まで経験してきてから、なんか、すごい優しくしてくれるおじさん。え、やだ。フリスク落とした時嫌だって言った。おじさん嫌だって言いました、レイちゃん。そういうわけじゃないけど、ファンの方が悲しむよ、レイちゃんの。ファンの方はだって違うじゃん、哲学もう大好き。そうだよ、なんか恋愛とかそういう類じゃないよ、ファンの方は。もっと違う、ね、ファンの方は大切。そうだよ、大切なもので。え、じゃあ、うん、野村のタイプはだって。え、なんでおじさん嫌いってことになってるの私。別に嫌いじゃないよ。なんかね、多分もうちょっと。野村のタイプは。野村のタイプ？野村のタイプは。え、野村のタイプないんだよね、私。好きになったことないし、マジわかんないんだけど。野村のタイプはあるでしょ？タイプは。ドラマとか見てても。好きになった人がタイプなんだよ。なるほど。歌詞歌詞、どっかの歌詞。野村のタイプは、美少女。あれですね。違います。いや、優しい人。誤爆誤爆。優しい人が好き。ほら、レズって書いてあるよ。美少女が好きなんだ。そう、でも分かるよ。分かる。私も可愛い子好きだよ。いや、もう可愛い子だね。そういうのじゃないのね。てか、なんか AKB 入ってたら可愛い子好きなんだ。なんか、なんていうのかな。寝ると美しいものが好き。なんかまゆうさんと同じ感じだね。ね、まゆうさんも綺麗なもの好きじゃない？なんか、そうなんだ。だからこんな感じ。え、このトークダメだね。なんかそう、いろいろ事故ってる気がする。ファンの人は好きなんじゃない？これからあんまり聞けないから ね、うん、ね、気になるんじゃない？いや、私ね、善悪でね、なんか来てくれる人で、ファンの人でイケメンいますかって聞かれたの、うんうんうん、それで、あの、戦うとして とっさだったから、うん、時間ないし善悪だから、そうだね、いないですって言っちゃったの。
そしたらその後イケメンじゃなくてごめんねってめっちゃ来たんですよ。かわいそう。だからこれで絶対おじさんでごめんねっていう人が来るまた。そんな謝らないでくださいね。いないって言っちゃったの？そう、いないって言っちゃった。釣りなさい。だから謝らないでくださいね。しかも嫌いじゃないんで。ほらもう絶ほらなんか来るじゃん。そうやってさ、好き好き、ね、恋愛対象だよね。そう、けど大事な感じ。じゃあどんなことされたらキュンってする？でも壁ドンはいいよ。壁ドンはいいよ。やだ、壁ドンはいいよ。やだ、あれは恐怖。なんで壁ドンされたことない。誰か壁ドンしてよ。だってもしかしたらさ、だって急に来るわけでしょ、うん、めっちゃ恐怖じゃない？違う、そんな急にじゃなくて、だってまず壁ドンする前に目が合うじゃん。だってさ、壁ドンしまーす。いきなり壁ドンしまーすって言うの？違う、だってさ、違うでしょ。いきなり通りすがりドンなんてやんないじゃん。てかその、雰囲気とかもあるよ、絶対。え、じゃあ、はい、漫画飲みすぎでーす。漫画飲みすぎでーす。壁ドン？壁ドン、壁ドン絶対嫌だ。嫌だ。壁ドンされたことない。壁ドンして、して、して、して。ドン。キャンする？しない。でも、肘ドンの方がすると思う。じゃあ、僕、はい。なんか、またドンっていうのもあるよね。またドンは嫌だ。気持ち悪い。あ、肘いいかも。肘いいかも。肘のいい。でも、なんか、するっていうのが分かってるけど、急にさ、でさ、やるとめっちゃ怖くない？だから例えばその、その前に名前呼ぶとかさ、キラオ、やだー、そうそうそう、あごくい、あごくいよ、あごくいダメ、私隠れてるから。楽しいわ、ね、楽しい、こういうトークもたまには、うん、ね、神配信だって。神配信いいね。列ではない。なおちゃんの乙女見て嬉しい、ね、見えて嬉しい。乙女だってキラちゃんに肘ドンされてる時。本当？肘ドンは壁のようになんか距離が縮まって、キャはキュンってしないけど、キャは頭ポンポン、ハグからの頭ポンポンがいい。私は、小宮山はるかさんから教わった。私の究極の頭ポンポン、なんかポンポンって言ってこうやってやるの。なんかこうやって、うん、こうやってなんかやるんだって。優しくやるんだって。何がいいかな。キュンってなおちゃんはキュンってするしないの？私したことないか分かんない。壁ドンだって。壁ドンしポンポン。でも肘ドン、壁ドンよりは肘ドンかな。肘ドン。床ドンは床ドン。床ドンは嫌だ。床ドンはやばい。床ドンは嫌だよね。怖い。ちょっとその後何が待ってるのか。ドン系怖くないですか？いやいいよ、ドンは。あご食いもいいと思う。楽しい、この感じ。親子ドン、イカドン、ドーン、でーす。すごい、さすが。で、3人揃った。どんなことにキュンとするのかな。じゃあファンの皆さん、私のこと握手会でキュンとさせてください。ぜひ。なんかね、なんかそれでさ、いいね、分かりそうじゃない？キュンどうする？エアカベノンとかやったら。ちょっと。エアカベノン。怒られちゃうよ、ファンの方。あ、そう、怒られちゃうからさ。なしゃーす、お願いします。無茶ぶり。海鮮丼。頑張ってみんな私のことキュンとさせてくださいね、じゃあ。なおちゃんはハードル高そうですよ。ハードル高いよ。ハードル高いね。ハードル高いと思う。なおちゃんをキュンとさせるのは。うん。ハードル高そう。みんなも笑おうと。
もうすぐ9時だ。そうだ。おはようメールタイム、今から。じゃあさ、あの、男の人の好きな部分は？好きな部分は？背筋。背筋って何？背中の筋肉。あここの筋肉が好き。ちょっと見せてあげた。ここな、そう、背中の、この筋肉。そう、ここの筋肉が好き。特にその水泳してる時の筋肉が好き、私は。順位発表しよう。マニアだって。小野寺栄さん。2位、チャンネル。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 よく言われる、それ。4位、和彦さん。マニアック。5位、なんて読むのこれ。5位？ひろきさん。ありがとうございます。マニアだって。そう、背筋はいいよ。私は、男性の好きな部分。私まだメール打たない。いつ？私も。なんか、8時ま、ずっと打たない。違うの、しめじに変えてから打ちにくいの。めっちゃわかる、それ。私も一回しめじに変えたんだけど。なんか、M1 の場所とかわかんなくなっちゃって。そう。だから、やめちゃった、しめじ。なんかさ、しめじの絵文字、あれだよね。おばめでハテナになっちゃう。そうなんだ。文字化けして。キラちゃんはどんなこと、どこが好きなの？男性の。うん。みんな教えてほしい。もう絶対これ私だけが損してる気がする。ちゃんと来て。キラは、ちゃんと来て、ね。はい、今、行きます。しめじ。キャは、ここの、なんか男性の方って、なんか、血管、血管が浮き出るじゃないですか。なんか、重いものを、例えば持った時とかに、なんか、出るやつが好き。へぇー。どうですか？私出るかな？あ、わかる、だって。同感してくれてる人がいる。マニアックじゃなくない？それは結構。ありがち。血管好きな人いそう。うん。多い気がする。私はね、何かな、血も星なんだね。手ごわい。私は、どこだろう？何？男性の好きなところ？血管めっちゃ出るよ。本当だ、血管めっちゃ出るじゃん。どこが好き？なあ、どこが好きかな。私のね、小学校どこが好きだろう。私、ないや、好きなところ。先生、血管すごかったよ。結婚してる人だけど。そこで、れいちゃんってめっちゃ面白いね。なんで？結婚してる人だけど。そこですか。なんで？どこかな。なんかおすすめないの？鼻筋とか。あー、なおちゃん鼻、あ、なおちゃん気になるじゃん。鼻ってさっきからめっちゃ聞いた。あとは、私照れた笑顔が好き。多分困った顔が好き。いや、くしゃってした笑顔が好き。あ、それはわかる。なんか、確かに違う、またみんなが誤解してる。飾らない感じの、嫌だ。自然な笑顔。なんで？大丈夫だよ。私は、なんか、困った顔と、照れた笑顔と、くしゃっとしてる。いや、なんか、笑顔が素敵な人が好き。なんか困りながら笑ってる人好きかもしれないです、私。笑顔が素敵な人になりたい。本田翼さんみたいな。あー、わかる。わかる？なんか、かわいい。もう表裏がないような、ね、あの、かわいい笑顔。困った顔で握手会行こうだって。パルルさん好きよ、私。パルルさんいいね。困ってんの笑顔。困った笑顔で、くしゃって笑って、で、照れた笑いもかわいい。あ、そう、やっぱ。なおちゃん意外に乙女だって。やっぱり私。なおちゃん意外に乙女だよ。やっぱり私あれだ。美少女が好きみたい。笑いながら怒る人、怖くない？怖い。言っちゃ、ねえ！びっくりした。ねえ！めっちゃやっぱ、っぽい。怖いですよね。今日、本校は出れる。やった。出る。出たい。そう、やっぱ美少女が好きみたい、私。メンヘラって言われてる。ちゃいますね。ね、キャラできた。変なキャラ。神配信すぎるって。イエーイ、ね。変なキャラだもん、絶対。本当に。私、別にその先生のこと好きだったわけじゃないんですからね。
結婚してるっていう情報をいただけない。好きじゃないよ。だっ だっておじさんだよ先生だ。あ、おじさん好きじゃないってことかな。恋愛対象にはならないよね。わかりました。同い年が、同い年がいいの。ゆいちゃん、うん、意外いい人いないけどね。する気もないし、恋愛とかね。えレイちゃんかっこいい。大人なんか意見がいちいち。えねえ大人じゃないね。キラちゃん映んなくなっちゃった。え、じゃあ年齢は年上がいいとか。あと同い年がいい。同い年がいいんだ。年下か。まあ1歳差だったらそんなにあれだけど。奈緒ちゃん、あ、奈緒ちゃんじゃない、レイちゃん年下はあれじゃない。なんかさ子役好きじゃん。え、恋愛対象じゃないもん。子役の子は可愛いなって思うだけ。癒し、癒しです。私は特にない。ないの？うん。年下でもいいの？年下ってだってめっちゃ下じゃない？年下とかいなくない？おじさまはダメですか？年下って小学生じゃんだって。いいだからなんか学生のうちは結構年下とか気になるの。ね、だってそうかもね。だって学年が下ってことでも一個下ってこと。大人になったらあれだよね。多分20歳とか過ぎて社会に出たらそんなに気にならなくなるけど。変わっちゃうと変わると思う。学年が年同い年か年上がでも年上か、うん、どうかな。大幅に変わったって私のイメージ。いいよね、変わったらいいけど。年下はなんか男の人は年下がいいって人多いんじゃないですかね。そうだね、うん、守ってあげたいみたいなね。でもなんか一時期多分大人に憧れる時期みたいな、もう男性の方ありそうじゃないですか。うん、おじさん好き。ちょうど私ぐらいの年の男の子って多分年上好きだったりしそうな感じしません？わかんないんですけどね。そうなのかな。ね、私割と男の人の気持ちわかる。なんか美少女好きだから勝手に分かったつもりでいます。美少女好きなんです。私キヨちゃん頑張って外負けにしてるね。外跳ねにしてみてよ。僕が公園なんじゃないんかい。ね、でもいいと思うよ。それでかけの。2万人いた。ありがとうございます。すごい。高校生ぐらいは大人の女性に憧れる。ほら、やっぱり。大人の女性？高校生ぐらい、男の人が。ああ。高校生の人は。心理が似てるってこと？なおちゃん。上、年上がいいの？高校生の男の人みたい。大体でも、まあ、そういうわけじゃない人もいるけどね、多分。そうなんだ、年下がいいのかと思ってた。え、なんかさ、学生のうちの年下ってさ、本当になんか小学生中学生とかになっちゃうからじゃない？大人になってからの30歳と25歳とかさ、大人になってからの40歳と30歳とかさ、そういうのってちょっとさ、なんかわかるじゃん、でもなんか学生のうちでそれだとさ、高校生で私が今高2で、それの10個下だともう7歳とかなの。うん。だから多分すごい抵抗があるんだよ。10個下とかじゃなくて、1個下とかだったの？ 1 個下とか。うん。確かに。え、絶対そうですよね。そういうことだよね、多分。そういうことじゃん。年齢で、なんかさ、学年でさ、ちょっと気にしちゃうんじゃない？そう、学年ね。なんか中学生、高校生とか、うん、学年があるとちょっと、年の差がもっと大きい。18歳の時、32歳の女性と付き合ったことがある。すごいな。すごい。年の差、18歳の時に32歳の女性と付き合ったことがある。お母さんとか、それくらいの年齢じゃない？すごいね。うん。いろんな人がいるんだね。ああ、もうおじさん嫌いとか言っちゃった。もう本当に嫌だ。嫌いじゃないよ。そういうわけじゃないんですよ。おじさん好き。優しいもん、みんな。そういうわけじゃないけど、今恋愛の話してるから。ファンの人とかじゃなくて。ファンの人優しい。うん。気にしすぎだって。大丈夫だよ。変わるだけです。コメントで来るもん。見て、そのまま来た。コメント来るし。キラちゃんじゃなくて、レイちゃんすんな、すねないで。
きっとね、ファンの人はレイちゃんのそんなところも好きなんだよ。気にしすぎやだって。優しい、みんな励ましてくれてる。優しい。よかった。姉ちゃん大丈夫だよ、だって。姉ちゃん大好きだよ、アイドルとして、だって。アイドルとしてちゃんと意識してくれてるよ。え、外羽似合うね、キラちゃん。え、似合う？前髪も外羽にしなよ。え、どういうこと？だから、こうやって、こうやって。前髪もこうやってちょっと羽にした方が可愛いと思う。いや、しない、今からしてみて。あ、じゃあいいこと思いついた全部外羽にして。いいこと思いついた。何？皆さんのおかげでテンションが回復しましたよ。ありがとうございます。よかったね、姉ちゃん。でもこれから公演だからさ、ちょっとある程度で抑えときな。うん、ストレートアイロンあるし大丈夫じゃない。え、私若干外羽なの。ちょっと前髪になりましたね。からボサボサ髪。なんかさ、え、できない。ファンの方ってどんな話を聞いたら嬉しいのかな。ね、それどういう話したらいいかな。なんか裏の話とか暴露話とかかな。でも多分普段そういうのってさ、聞けない企画で聞けるじゃん。だから本当に話を聞けない話とかがいいんじゃないかな。どういう話がいい。滑らない話。どういうのが好きなんですかね、みんな。美少女配信だって。少女配信、頑張ってください。美少女配信、どんな普段のお話でいいよ。だって普段のお話ちょっとそれは見せられないね。普段のお話したらやばいよね。いろいろ悩んでるからね。そうよ。2万人超えました。だってありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、みんな見てるかい、見てるかい、見てるかい。ここにいるんだよ。ねえねえ、どうしたどうしたどうした。ついてきてないんですけど大丈夫ですか。やばいよやばいよ。ナムキラ、ナオキラ、え、ニャオキラ、私やってくれない。ファンの方は結婚してる方がいっぱいいますか。やっぱどうなんだろう、ね、え、私彼女と同棲するから握手来れなくなっちゃったって人いるよ。え、そうなんだ。そういた。え、だからなんかさ、めちゃくちゃファンの方とさ、こういう話するの楽しいんですよ。スノーを取ります。ショールームナーナー、イエーイ、イエーイ、パク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 、おいしい。チャンネルのなー、イエーイ、パクパク。一人、みんな一人身が多いらしい。そうなんだ。チャンネルのー、定番の楽しいよ、ファンの人。やっぱクマが一番可愛いよね。ね。みんな独り身だって。うん。そうなんだ。え、彼女さんと一緒にさ、二人で来たりするの？え、私ね、夫婦で来てくださる方いるよ。いいね、すごい嬉しい。あっちのクマもこっちのクマも正直戦力外。うん。何でもしようかな。僕にクマのクッキーをくださーい。おー独身じゃない人申し訳ない。そんなこと。彼女と一緒にイベント行くだって。そういうのいいですよね。本心、本心やなって言われてるで。本心じゃないよ。本心だよ。どんだけ見せんの。
無限ループずっと続くから私が一番可愛い、私が一番可愛い、しおりさんって言われてる、しおりさんもっと可愛い。メールが全然進まないぞ。何で？トロン。ねえ、内画面見えてない。一応我慢してください。行きます。あ、ちなくまも。こっちのくまも。ちなくまも。うん。何もするから、僕にくまのクッキーをください。イェーイ。イェーイ。パクパク。見ますか？しょうがないなぁ。あ、すみません、追っててない。え、おとなしで撮ったからおとなしになっちゃった。あ、来た。ちなくまも一人にきちゃいなくがやろう、顔交換したい。どうなる？二人交換したら。キラが二人いる。え、かわいい。キラちゃんが二人います。ちょっと待って、キラ画面割れてるんだって。じゃあ、交換しよう、交換。交換にしよう。いや。縦じゃなきゃできないんだよ。ゆうちゃん、変に。モバメに送りまーす。え、待って。え、これ誰これ？レイちゃん。かわいい。もう一回撮ろう。宇宙人みたい。もう一回撮ろう。もう一回撮ろう。誰の顔になるかな。はい。なおちゃんの顔。せーの。なりたい。あ、なおちゃんの顔だ。私の顔私とラッキー。私の顔私とラッキー。かわいい。あ、なおちゃんの顔だ。あ、レイちゃんだ。やだ。レイちゃんやばい。ね、手で顔隠さないね。くしゃげてた。え、可愛くない？日本人形みたい。うん、キラめっちゃうさいくらいだけど。ちょ、もう一回もう一回ファンタジー見せよう。え、さっきのさ、画像入れてなかったでしょ。うん、今の保存できてなかった。めっちゃウケる。え、れいちゃんかわいい。かわいいし、これさ、顔面偏差値丸分かりじゃない？顔面偏差値丸分かりの骨格もある多分。え、ちょ、見せてあげて。あ、もまめのやんね。いや、あの、口開けた方が可愛くなるの。え、じゃあみんなでやろうよ。私もやりたい。やろう。え、どれ？かわいい子ある。え、ちょっと汚いんだけど、まだこれ口開けたね、え、幼いんだけど。れいちゃん、超ウケるんだけど。え、かわいい、マジ。え、かわいい。なおちゃん、かわいい。え、なんで、キラちゃんはさ、今の顔がいいんだよ、多分。キラちゃんに、じゃあさ、違うのも撮ろう。顔がついてるからいい。ねえ、めっちゃ面白いですよ。皆さん、ママメ撮ってください、ぜひ。え、私も撮って、ね、じゃあ。ねえ、めっちゃブスなやつやろ。あ、これしよう、これ。これで送ろう。これ好き。え、ブスだけど可愛い。歯出すとめっちゃブスになるよ。え、この画面もあるからね。ねえ。え、なおちゃん可愛い。え、待って。もう一回。いきます。
めっちゃブスだよ。ビーゴンでおすすめのアクセサリーあるの。ハートのピンとか可愛いよね。ね、もう一回撮ろうね。これめっちゃ面白いかな。もう一回撮る。やばい。いきまーす。撮影会開始してまーす。なんちゅーの。やば。これママメで送ります。皆さん撮ってください。普通の自撮りも送りますね。そしたら。いや、もう顔交換したの送ります。送ってください。皆さん、モバイルメール今すぐちゃんと登録してください。お試しだと今すぐ。え？アイロン。あ、切って切って切って。あ、大丈夫？切ってある。あ、これか。痛い。ちょっと待って、大丈夫？切らちゃう。冷やした方がいいかも。どうやって電源を切るんですか？あ、もうそこポチッと、ま、ヒリヒリする。キラちゃん、やけどした。やけど、水冷やせば大丈夫だよ。ねえ、なんか歌おう。え、ね、保冷剤で冷やせば大丈夫でしょ。そうしよう。おばめ取ってください。大丈夫さん、ありがとう。ねえ、私キュンとすること見つけた。え、困った顔で笑われること。困ったやつだな、みたいな。え、違う。違う。普通に、そういうのじゃなくて、はい、なんか、悲しいんだけど、なんか泣きながら笑ってる顔で見つめられたらやばいかも。泣きながら。なんか音違くない？音違うもん。誰が一番最初にメール来るかなって言われてるけど、そんなの競ってないんで。そんな競う、競うものじゃないんで。多分一番遅い。今日は話さなきゃね。3分以上無言が続いたら切られちゃうよ。でも無言続かなくない？モバメって何円？1人300円かな。ね、だったよね、確か。皆さん、ぜひ撮ってください。そうですよ、撮るべきでだと思います。ドラフト2期生は SNS がこれしかないのね。そうなんです。泣き。てか私、みんなと撮ってほしい。あ、撮ってました。ありがとうございます。撮り、野村のも撮ってくださいね、ぜひぜひ。たくさん撮ると割引あるようだって。そうだよ、なんか5人まとめてとかだと全然安い。1人ずつ撮る。メールアドレスないだって。ありがとうございます。そんなことありえますか？あるよね、メールアドレス。みんな、うん、最初作ったよね。あ、違う、ファンの方が持ってないってことじゃない？あ、そういうことか。え、そうなの？え、私、たまにあるね。アプリじゃない、元から入ってるやつはないよ。ねえねえ、めっちゃさ、送ったことあるかどうか忘れたけどさ、私スノーの自撮りとかほとんど送んないからめっちゃレアかも。あ、私スノーで自撮りしたやつとかほとんど送らないんで、超レアだと思います。ぜひ、これも、これ撮ってください。まあ、あんま嬉しくないかもしれないけど、まあ、面白いんで、ほら。そうだよ、ちゃんといつも自撮りで送ってるんです。本店はレイちゃんだけだな。だって、じゃあなおちゃんとキラーよろしくお願いします。でも私あれだよ、3人で撮った写真ないですよ。撮りない？撮る？うん、でもちょっとアンドロイド激レアノムメールくるーだって。ニャオメール、ニャオメール、ノムメールにしようかな今度から。今さらなおちゃんのメール面白いって。なおちゃんのメールないよね。さりげないメール、うん、たあいないことを送るの。更新！ありがとう。じゃあこれ送ろう。めっちゃブスの顔するかも。キラリンメール。キラリンメール撮ってる方いますか？こっちの顔ブスだから。笑ってないね。もう一回撮る？いや、笑った方がいいって写真。若干笑った方がいいかも。なんかこれが良くないのかな。私いつもね、たしてるこれ。でもこれ漏れないね、レイちゃんの写真と。そう。マジアンドロイド本当やだ。
これもれそう。ちょっと待って、キラちゃん肩組みたい。ありがとう。僕デブにしてるかな。顎隠ししてるし、ちょっと大丈夫か。何でもいいです。皆さん、メール送信しましたよ。ねえ、待って、さっきさ、メールさ、打とうって言ってたのにさ、7時だ、8時さ、何分とかだったじゃん。9時じゃない？ 8時50何分とかだったでしょ、うん、8時50。それ、今もう22分だよ。すごいね。皆さん、じゃあ、キラちゃんさ、大丈夫？じゃ打たなきゃ。家出る時間。大丈夫で、まだ大丈夫だよ。キラリンメール撮ってるようだって、ありがとうございます。ニャオメールは？私のメールも嬉しいな。ね、最近ね、英語英語ハマってる。英語？パッパッパーン、タタナタタナタタラタンタンタン、タタラタタラタタ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 。ね、甲子園見に行きたい。野球とか見てみたいんだけど。野球ルールわかんないんだよね、私。ルールわかんないけど楽しそう。あ、オムライスの写真載せるの忘れた。私も後で送ろう。次のメールで載せますね、オムライス。もう 77% しかない。充電が今日私も 77%。 あ、一緒だ。一緒。そらっち、私もそういうのスクショしちゃう人。時間とかスクショしちゃう。めいちゃん、なおちゃんかわいい。ありがとうございます。そう、みんなさ、野村の顔好きって言ってくれる。よく嬉しい。顔が好きですって言われること多い。かわいいもん。性格は好きじゃないんかーい。ママそこはねえねえ、机の上片付けよう、汚い。ねえ、そう思った。片付けます。おい、高橋キラも片付けろちゃんと。え、キラちゃんこの番人してて。じゃあいいよ、ショールームの番人してるよ。じゃあ第2のショールームの女王は。キラだけメール何も打ってない。打った。4メール。え、マジ汚いんだけど。ね、家がぐちゃぐちゃになりました。今から 大掃除です。イエーイ。どうしたの？テンション上げようと思って。え、これどっこい出た。キラちゃんは良い子らどっこいって言うんですよ。おいこら。あ、おいこら。ごめん。おいこらどっこい。ね、今更オムライス食べたくなってきた。え、それちょっとわかる。え、それちょっとわかる。それちょっとわかる。わかる。うん。それちょっと、いや、はい、ありがとう。もう、キラちゃん、片付けじゃないっさ。いいよ。あの、映ってほしいショールームに。あ、はい。しかも映ってすらいない。すいません。おい、怒られました。もばめキャラ書いてない。ねえねえ、これゴミ袋閉まんないんだけど。新しいのやりなよ。これだよ。出して出して、この中に入れたら閉まんないから。大丈夫です。だけど大丈夫です。ちょっと鼻にした。今日は閉めば閉まるよ。ねえ、もうレイちゃんゴミ袋閉めば閉まるよって言ってレイちゃんピースしてやって。やばい、レイちゃん閉まるよ。やばいやばい。あ、閉まるよ、ほら。じゃあこれさ、もう一回飛ぶからさ、止めよう。怖いから大丈夫だって。いや、ねえだ、めちゃかったら怖いもん。いい感じ。あー、え、なおちゃん見てよかったよかった。はいはい、わかったよ。もうはい、え、なおちゃんも見てる。モバメ書かなきゃいけないのに。
書きます今から。ちょっと待ってね。レイちゃんめっちゃ泣けるんだけど。どうしたの？やめなさい。